はいどうもこんにちは、ゆうころです。今回はゴリゴリの、ね、ネタバレ動画になっています。まあね、運営さんからもうすでに実装されている進化サーチをくぐり抜けながら、まあみんなネタバレを避けながら絶対にこの情報を知りたくないっていう方のみでこの動画を落としてもらえればいいと思います。まあ絶対に誰か何かしらネタバレ見ると思うんで、今回はもう僕のチャンネルでネタバレしていこうと思います。はい、今からネタバレする内容はね、ストーリーダンジョンのボスの報酬を得てね、そのキャラを使って進化することができるフェスゲンヒロインキャラの性能解説になります。もし嫌な方はね、この動画落としてもらうか、もしくは 2,3 分飛ばしてもらえれば問題ない。まあ3分ぐらい飛ばしてください。で、まあ一応見ていきましょう。まあでもどうせネタバレも見ることになると思うんで、ここでパッて見ちゃってください。イルミナですね。イルミナが、こちら、転生進化が実装されます。もうてか、運営がね、進化サーチに出しちゃってるんですよね。魔導書のしおりっていうダンジョンがストーリークエストの最後でもらえて、これを使ってイルミナの進化ができます。でも、パッと性能見た感じだと、スキム3つ、指延長プラス封印耐性、攻撃キラー、神キラー、ドラゴンキラー、7コンボ強化、ボイス覚醒です。そうですね。なんで消えた？イルミナスキルブースト3つ持ちだったんですよ。で、まあ、一応、進化前と進化後のスキルを掛け持ちしてるとはいえども、正直ロック解除あんまりいらないんですよ、ランキングダンジョンにおいては。だから、ランダムでよく使えたイルミナなんですけど、ロック解除が増えちゃったことによって、結構スキルは重くなってしまった。うん。でも、スキルターンは13ターンで、まあ確かに転生っちゃ転生なんですけど、まあ、結構、うん、渋いスキルになったと思います。正直6解除は別にいらなかった。うん。で、覚醒はまあスキム3つになってて、まあ7コンボ強化増えたのによって火力は上がってるんですけど、スキムが3つに減りました。まあ進化前と進化後が合わさってるんで、まあだからかなって感じではあるんですが、まあ進化前と究極進化後か、合わさってるんで、まあそうなってるのかなって感じではありますが、なんか別にイルミナに7強あったところでそんないらないし、スキムの方が欲しいなっていうのはあるので、うん。うんうんうんって感じです。はい。まあ、超覚醒スキルブーストプラスとかついてれば、一応ね、スキブ5個持ちになるんで、だったらめっちゃ強いんですけど、まあ、超覚醒スキブ5になるとはあんま思えないんだよな。まあ、超覚醒スキブプラスがついてれば強いかなって感じではあります。はい。で、リーダースキルは76マス悪魔タイプの HP と攻撃力が 1.5 倍。火と光の同時攻撃で攻撃力が8倍。回復力は2倍です。これで火力が12倍。HP は 1.5 倍。回復力は2倍なので、悪くはないキャラですよね。でもまあ今更こんなキャラをまあ使うかと言われれば結構使いづらさはあるので、まあ別に使わないかなっていうところではあると思います。そんな感じのキャラとなっています。うん。今僕の頭の中にはね、弱いの3文字しかないので、あんまりこれ以上感想述べたくないんですが、結構渋いキャラになったかなと思います。ただキラー要因として7コンボ強化持ってるしね、火力は出せると思うので、使い道はまああるかもしれませんが、超覚醒スキブとかついてない限りは、まあだったら別に進化前イルミナでよくねっていう方が僕はあると思うので、正直進化前イルミナの方が強いと思ってます。あんまこれ以上話したくないです。まあ多分超覚醒はこれ引き継ぐと思うんですよ。バインドプラス無効管 L 字を。まあ転生進化で超覚醒変わんない限りは、お疲れって感じですね。極性ソニアの場合は、超覚醒はバインド暗闇操作負荷耐性で、進化前はなかったっけ、そもそも。そもそもないのか、超覚醒が。まあちょっと、わかんないっすね。正直。なんとも言えないって感じです。はい。まあ。はい。というのがね、今回は、超転生進化するイルミナの、あ、間違えた、転生進化するイルミナの話でした。で、ここから本編ですね。はい、桜吹雪姫使っていこうと思います。はい、一応パーティー紹介します。ファスカにファガン継承で雲とスキブ、吹雪姫にウルカ装備継承で吸収無効対策、銀時に立花装備継承で水ドロキョウいっぱい、ニムエに山本源流再装備で、まあ属性吸収無効武器ですね。属性吸収無効なら何でも OK です。エスカマリカボデビ継承で、こちらラストランペイとかゼータ装備継承となっています。で、この編成だとスキルブーストがね、初手変身に1個足りないんですよね。だからできればスキルブーストプラス属性吸収無効武器とかあれば全然それでいいんですけど、まあ今ないんで、だったらまあめんどくさいからこのまま行きましょう。はい、行きます。ライガーの存在行きますね。でまあ別に正味火力も足りてるし負ける要素も全然ないんで、まあ遊びに行く感じで、なんか友達ん家行くノリで行きます。あ、でも今コロナウイルスでね、外出禁止なんでね。まあでもこれはもう不要不急の外出だから仕方ないね。え、不要不急の外出は控えましょうか。はい、控えましょう。皆さんは、まあでもオンライン空間で不要不急の外出するのは全然いいですからね。まあ今本当になんかコロナ怖いからね、もうやだよね。なんか最近ね、熱とか出ただけでコロナウイルスじゃないかっていう脳内よぎってやばいみたいな感じの展開結構あるよね。
あ、で、ファスカあと1ターンで溜まるんで適当に耐久してもらって、ここでファスカ打ちましょう。6耐性は対策できてます。ランペイドがね、100% なんで。で、ここでまず一度、火力を出していこうと思います。で、この編成は、列組みながら無効管組んであげると安定して10億ダメージ出ます。必要ドロップ数は16個。無効貫通だけだと4億ぐらいかな。で、銀時が。多分そんなもんだったと思います。吹雪面もそんぐらい出るかなって感じですね。はい。4億。吹雪面が7億。おぐらいは出ます。なので、かなり火力も長くて強いパーティーなんでね。じゃあ、ちょっと一旦ね、何階層かな。十何階層まで飛ばしましょうか。なんでかっていうと、別に序盤、あれなんですよ。負ける要素が本当になくて、喋ることもないんで、ちょっともう別に、そんなにね、そんなに、ここ見てもらいたくもないんですよ、みんなに。僕のこのグダグダ76パズルを。なので、バチコリカットしていこうと思います。ということで、カット！はい、ということで、大幅にカットしました。11階層ですね。やっぱでもね、動画撮りながらやらないとダメだね。まあ、カットしてからやろうと思って、ここに来るまでに今1時間半かかりましたね。ちょっと、YouTube って本当、闇のコンテンツだよね。もう気づいたら YouTube 見てたわ、今。これ大丈夫？裏で動画流れてない。よかった、流れてないわ。YouTube 見出すとね、マジ動画撮ってる場合じゃねえってなって、本当にもう本当にやばい。依存。ダメ。YouTube ダメ、絶対。マジで。大丈夫 ?YouTube に移動してる人。みんな心配だわ、俺みんなのことが。で、ここは、ウルカ打ちます。はい、来ましたよ、ウルカ。これ、ウルカがね、こんな感じで生成できるわけですよ。もうマジ、カムイ武器の上位互換って言ってもいいくらい。今のだけ切り抜かないでくださいね。はい。吹雪姫につける場合のみは、マジでカムイ武器の上位互換って言ってもいいくらいに強い。で、まあ他の場合はね、カムイ17ターンで、ウルカが20ターンなんで、3ターンも差あるんで、別に使い分けできるんですけど、吹雪姫の場合のみだけは本当に強いで、しかも L 字持ってるんで、やっぱ L 持ってるのはデカすぎるんだよね、ガチで。だから強い。まあ吹雪姫元から L 持ってるんで、こいつやばいんですけどね。そう考えると吹雪姫ってマジでやばいんですけど、まあ、水除去2個あるんで、やっぱりね、そこは強い。おー、しかも空気読んでドゥルガーも来てくれましたね。そう。で、今回から2ターン吸収無効になったんですよね。うん。解説動画撮ってる時にめっちゃビビったもんね、2ターンって書いてるから。あれ、もともとなんか1ターンだった気がしたんだけどなと思って、すげえ違和感感じならば2ターンなんですねって言ってたら、ちゃんと強化入ってましたからね。びっくりした。で、これでぶっ倒します。いいですよね。二段吸収無効。便利、マジで。はい、倒してく。これができるわけですよ、ウルカさんは。もう、カムイ交換した人、マジバカにしてんじゃねえかってくらいのことしてくるもんね、ほんと、このゲーム。嫌がらせたろ、マジで。カムイ交換した人に謝ってほしいわ、マジで。そのレベル。ハマる、別にエスカマリ使えばいいんで、ちょっとハマる対策なんて考えません。よいしょ、ここ普通に倒していきます。ハマルのためにエスカマリありますから。オッケー、こんな感じでしっかりと列で倒していきます。火力はね、3倍乗るんで弱点属性だろうが一瞬でぶっ倒せます。はい、お疲れ。8億9000万、ナイス。この辺で水列強化何個あんの？水列強化は8個か。で、水泥強が13個。やばいな。やばいな、普通に言ってること。結構やばいね。やばいことは分かったわ。はい、これで倒していきます。6階じゃ忘れてたわ。最悪。はい、16階層。ぬ、うん。あ、来ちゃいましたね。ハマルさん。じゃあ、これは一発食らいましょう。はい。はい、あざす。はい、あざす。あざす、あざす。よいしょ。あ、6階じゃできないじゃん。覚醒無効だから。まあ、いっか。よいしょ。で、ここエスカマリ打ちます。はい、お疲れ。全部。かわいそう。いや、必死にスキル使って、よっしゃ、ぶっ倒せる！いけ！毒花火！つって、エスカマリが、はい、お疲れ！つって、一瞬で変換したもんね。これ、火力結構やばいと思います、多分。列強化含む無効管組んであげると、まず銀時と吹雪姫結構ぶっ壊れるんで、これでね、10億吹雪姫出てます。銀時も8億。高いね、火力が。マジ強い。来たね、始めようか。どんこんちゃーす。これです。まあ、ここに関しては、ファスカ打ってあげて、消せないドロップを回復。さらに水の無効貫通で倒していきます。まあ、吹雪目もありますしね。で、ここからエスカマリの泥鏡もあるので、まあ、基本的に運が悪くない限りは欠損をしないと思う。で、それでもなお、欠損する運が悪い人は、ルーレット使ってあげるとか、あとはスキル試せるとかしかないんだけど、エスカマリめちゃめちゃ降ってくるんで、色。まあ、ないと思います。さすがにね、エスカマリありでね、水が全くないってね、もうマジでかわいそう。うん、8個しかねえや。
フラグ回収が早いんじゃ、マジで早い。おロッキーベイビー誰、これ結構楽しみ。1/2。はい、お前マジでも待てよ、ニムエよくね普通に。まあファスカもいいんだけど、ニムエ結構悪くはないんだよね、こう普通に。スキル使うのが CT ならちょっとめちゃめちゃめんどくさいからあれなんだけど、ニムエそんな悪くねえぞ。でしかもスキル使った時回復3倍でしょ、ってことは火力にはいらないから、めっちゃ良くない？ニムエ、まあ、火力下がっちゃったのかな、でもな、残念なところではあるよな。でもまああんま悪くない。6級ベイビーガチャ失敗してるじゃん、ざま。俺が6級ベイビー嫌いなのもうバレバレだけど、本当にざま。どんまい6級かわいそうに、全力でいけリダチェンって言って全然強いキャラが出てるのめっちゃかわいそう。てかロック逆に便利やな、これルルットうざかったから。はい、19回そう、まあ、ここはしっかり油断せずに向こう側組んでください。これなんでかっていうとね、悪魔キラーが2名さんなんで、ちゃんと向こう側組んであげないと火力が全く出ません。意外とビビるぐらい出ないんで、しっかりと向こう側組んであげながら指に甘えてコンボ組んでいきます。よいしょよいしょい、オッケー、こんな感じかな。はい、7コンボ組んであげればね、まあ、2名さんが火力出してくれるんで、これで突破していきます。てか水3個で 2.25 倍乗るんだね、結構やばいね。で続きまして20階層ボス、はい、ヨグに関してはもう全部乗るんで倒せない理由はマジ存在しません。ただちょっとね違うよね、まだちょっと違うよね、みんなまだちょっとカットしていい。よしよしよし、じゃあここでまず坂田金時打ちます。そしてこれ水ドロップの数何個、15個、足りねえじゃねえか足りねえじゃねえか、1列含むコンボしてやろうと思ったのに足りねえじゃん。まあ、じゃあいいわ、普通にランペイド打ってあげて無効感で倒しましょう。いやでもランペイド3倍エンハなんで、ワンチャンね、ワンチャンカンストチャレンジある。吹雪姫はワンチャンある、銀時はない。はい、これでいやまあ目覚め次第ではワンチャンあるよ。目覚めっていうか水の落ち込む次第ではあるけどね。ほっ、ワンチャン、あー18億か、まあ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 、レッツプラス無効感組みたかったんですけど、ちょっとなかったですね。ただまあ、それでもね、こんぐらい軽く出ますね。何より、ウルカ装備ね、吹雪姫のアシストとして本当に強いです。ぜひ、カムイ取れなかった人とかね、あと単純に吹雪姫に使ってる人はね、ぜひ、ウルカ装備も検討してみてください。じゃあ、今日の動画は終わりです。チャンネル登録、高評価、ぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。